FN ブローニングハイパワーは、ベルギーの FN ファースタル社製の自動拳銃である。正式名称は、ピストルオートマティックブローニングモデルアクランビザンスであり、アメリカの銃器設計者であるジョン・ M ・ブローニングが1926年に死去する前に、次期正式拳銃を求めたフランス軍の要求を受けて、FN 社より依頼を受け、設計した最後の作品である。ブローニングの他界後、 FN 社のデュードネ・ヨセフ・サイブが、当時コルト・ファイアー・アームズ社が保有していた構造が、同様の M1911 の構造パテントが失効した1931年を機に改良し、1934年に完成した。量産された実用拳銃として、初めて複列断層を採用した拳銃で、当時このようなマガジンは、軽機関銃、短機関銃、拳銃では、 トリガー前に断層を持つモーゼル C96 以外にはほとんどなく、その相談数の多さからハイパワーと名付けられた。前述の M1911 やブローニング M2 をはじめ数々の傑作銃を設計したブローニングの技術の集大成とも言える自動拳銃である。複列断層を採用しているがトリガーバーをスライド側に収めたことでハイパワー以後に設計された。 複列断層の拳銃に比べればグリップは細く握りやすい形状となっている。リングハンマー、初期の M1911 のような小さなリアサイト、半円形のフロントサイトを備える。セーフティは右手親や指で操作するサムセーフティ、マガジンが挿入されていなければコックしたハンマーが起立しないマガジンセーフティである。材質はブルーイング仕上げのスチール製である。設計は 非常にシンプルで部品点数も少なく合理的な設計であり、カムコを用いた改良ブローニング式の小トリコイル。機構は以降に製品化された多くの自動拳銃で模倣されている。高い信頼性と実用性から世界50カ国以上の軍隊、警察で正式採用され、ドイツ軍用であった q x 1 9ミ、mm、リメートルパラベラム弾が 世界の軍用拳銃の標準的な魂となる一員となった軍用拳銃にダブルアクションやポリマーフレームが広く採用される現在でも一定の需要を保っている映画ダイハードの原作ナッシングラスフォーエバーではプロの使う拳銃と書かれているフェグ社アーカス社などの多数の会社がハイパワーのコッピー商品を販売しているベルギー軍に納入されたモデルでサイトは リアサイト前方にタンジェントサイトを備え、フロントサイトはダブテールとなっており、グリップ後部にはホルスターを兼ねる木製ショルダーストックを装着することも可能。当初、船長が同軍に納入され、フィールドテストが実施された。この際、エジェクションポートが楕円型から長方形に変更され、1935年に M1935 として正式採用となり、 一万丁が発注された。作動方式がシングルアクションオンリーのため、スライドを引いてハンマーをコッキングしておかなければ、初段を打てないブローニングハイパワーを近代化するべくダブルアクション機構を採用し、1983年に発表された自動拳銃、機種名に追加された DA はダブルアクション能力であるフィンランド国防軍に正式採用された。 外見のデザインは、ブローニングハイパワーに似ているが内部機構は異なっており、左右両側から操作できる、アンビセーフティ激発位置にある激鉄を安全にリリースできる、デコッカー、インターナルセーフティなどを備えている。しかし、ダブルアクショントリガー自体の操作性が悪く、FN 社がベレッタ社と販売提携をしたこともあり、1987年に一時的に製造を中止したが、 1990年の定型解消によって生産が再開された。しかし、当時の市場にはすでにベレッタ92やシグサウアー P220 など強力なライバルが存在していたこともあり、やがて生産中止に追い込まれた。バリエーションとしては、短縮化を図ったコンパクトモデル、警察用として製造されたダブルアクションオンリーモデル、トリガープルの軽い変速ダブルアクション機構を持つ。 ファストアクションモデルがある。1982年から1988年にかけて短期間製造されていたモデル。スライドトップにリブが追加され、グリップは大型のサムレストが左右に備えられたプラスチックグリップとなった。ハイパワー DA 同様のアンビ仕様のセーフティを備える。1989年に更新、発売されたモデルで、 マーク2からいくつか仕様が変更されており、ハンマーがロングタイプに変更され、サイトはリアサイト、フロントサイトともにホワイトラインが入った大型のものになり、マガジンはマガジンハウジング内に引っかかることがないように、マウストラップというスプリングが備えられ、これによりマガジンキャッチを押すと強制的に脱落するようになっている。また、不要意なファイアリングピンの前進を防ぐ。 オートマチックファイアリングピンセーフティも組み込まれている。仕上げはハーフマットの黒ペンキ仕上げである。1994年には当時人気の高かった 40S&W 弾を使用するモデルも登場したカスタムガンメーカーのテディータッシーがマーク3をベースに制作したカスタムモデルロングスライドモデル編集サイトはリアサイトがミレット製のアジャスタブルサイト フロントサイトが背の高いパートリッジタイプのものを備えトリガーメカニズムは各パーツがシリンダースライド車精のカスタムパーツに変更されておりそのトリガーチューンに加え2つのスライドを溶接したハードクローム仕上げのバースト車精7インチのロングスライド等総合的に命中精度が高いショートスライドモデル編集のバック車精のサイトを備えトリガーメカニズムは 同じくシリンダースライド車のハンマーとセーフティが連動しており、ハンマーを押し戻すとセーフティがかかり、セーフティを解除するとハンマーが自動でコックされる SFS トリガーシステムを内蔵した軽量なアルミ製フレームにショートスライドを組み合わせたコマンダーサイズモデル。FEG FP-9 編集ハンガリーの FEG 車が輸出向けに製造したコピーモデル。仕様は ほとんど同じだが、スライドトップにベンチレーテッドリブが設けられている。1980年代、外貨不足に悩まされていた当時、社会主義政権末期のハンガリーは、チェコスロバキアのチェスカーズブロヨフカ社よりシーズ75を開発、輸出を行い、成功を収めたことで刺激を受け、フェグ社は、自国の安価な労働力を活用して、ハイパワーをベースとした安価な大型ピストルの製造を、 企画し、本銃が開発された。しかし、シーズ75と異なり、シングルアクションオンリーだった上に、外観のアレンジが、あだとなって、バランスが悪く、工作精度も良好ではなかった。f ェグ p 9 r 編集同じく、フェグ社製ハイパワーのコピーモデルで、FP-9 の失敗を受け、S&WM39 に酷似したメカニズムの、ダブルアクション機構を組み込んだモデル。 外観以外は、単なるコピーに過ぎなかった FP-9 と異なり、一定の成功を収め、グリップフレームを敬語禁制とした P-9RA45 後継モデルの P-45 等のバリエーションが展開された。以下、本節では HP と略。この他にも、第三世界、アジアアフリカ、南アメリカで数多く正式採用されている。また、 リビアのカダフィ大佐の殺害に使用されたとされている黄金の銃もこのブローニングハイパワーである。詳細は FN ブローニングハイパワーに関連する作品の一覧を参照。ありがとうございます。